さんこんにちは、ねわかりです。今回はガリガリ君リッチを食レポしたいと思います。これ卵焼き味なんですけどあれ卵焼き味卵焼き皆さんも食べたことあるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、日本の和食なんかよくある家庭料理なんですよ、卵焼きって。甘かったりなんか出汁でしょっぱかったりするんで、ちょっとどっちのタイプかわかんないんですけど、めっちゃ嫌いですね。なんか旗から見たらマンゴーっぽい感じですね。じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。美味しい。あ、なるほど。なんかこれ2層になってるんですよ。ちょっと食べかけで見づらくて申し訳ないんですけど、なんか味付きのかき氷が中にあって、外側の黄色い部分が卵焼き味のアイスなんだそうですね。なんか食べた時になんか卵焼き入ってるって思ったんですけど、そういうわけじゃなかった。そう、多分周りのアイスの溶けた感じなのかな。おいしい。私あのガリガリ君のこの周りのアイス部分好きなんですよね。永遠にここだけ食べたい。いつもなんでこんな、なんか結構ガリガリ君って梨とかナポリタンとかなんだろう、なんかいろいろ出してるみたいなんですよ、期間限定で。なんか人によって当たり外れみたいなあるみたいなんですけどでも私的に卵焼きは美味しいです。すごい、どっちかっていうと甘い卵焼きかしょっぱい出汁系の卵焼きかって言ったら、これは甘い方ですね。甘い方でした。冷たいのちょっと苦手なんですよねいやすごい好きなんですよ、かき氷とか。かき氷食べるの大好きなんですけど、頭がキーってしちゃうなんかゆっくり食べないと口の中が冷え切っちゃうっていうかティラミス美味しいひたすらもぐもぐしてるの恥ずかしくなってきた。 A few moments later。 回復初めての食リポでしたあー、当たったら嬉しかったな、残念だなまた食べよう。でもすごい味は卵焼きかな。なんかでも日本に来て卵焼き食べたらこれじゃないって思うと思うけど、これはこれですごく私は好きな味でした。美味しかったですよかったら皆さんも食べてみてください。じゃあまたね、バイバーイ、ありがとう